アダマストルはポルトガル海軍が建造した巡洋艦で同型艦はない。本艦は防御装甲を持たない巡洋艦であった。本艦はポルトガル国王カルロス一世による海軍拡張計画の一環としてイタリアに発注された艦である。設計と建造はオルランド社リボルの造船所で建造された。写真はリスボン博物館のアダマストルの模型本級の 船体形状は、平ら甲板型船体で、水面下に昇格を持つ艦首から、全部甲板状に手法として、アンサルド1895年型15.2センチメートル砲お棒立てのついた、単装砲がで前向きに一機を配置した。の後ろに頂上部に見張り書を、中部に単装灯台を持つ、単脚式のマスと一機の後ろに司令塔を下部に、組み込み、船橋を両側に持つ。 箱型の操打環境が立つ。船体中央部に日本煙突が立ち、煙突の周囲には艦内への吸気用として着せる型の通風筒が一番煙突の前側に並列で2本、一番二番煙突の間に並列で2本が立てられた。煙突の周囲は関西艇置き場となっており、その後ろは全部マストと同じ様式の後部短脚マスト。 後ろ向きに 15.2cm 単装等1機を配置した。複方のクルップ1895年型 10.5cm 砲は前後のマストの側面部の原則に張り出しを設けて棒立て付きの単装砲がで片面2機ずつ計4機が配置された。この武装配置により前後方向に最大で 15.2cm 砲1門、10.5cm 砲2門、 左右方向に 15.2cm 方2ン 10.5cm 方2門が施行できた。ポルトガル領アンゴラとモザンビークを陸路で結ぶことをイギリスにより妨げられ、屈辱を受けたことで、ポルトガルの栄誉を回復させるため集まった国民からの寄付金によりアダマストルは建造された。1895年1月に寄港、1896年7月に浸水し、 1897年8月に、竣工した。1897年、総交換、バスコダガマやスペインの艦艇とともに、モロッコ沿岸へ派遣され海賊狩りを行った。1908年頃には、ポルトガル領ティモールやオランダ領東、インドを訪れている。1910年10月5日革命では、ポルトガル海軍は重要な役割を果たした。 三隻の巡洋艦の乗組員も革命を支持し、アダマストルは巡洋艦サンラファエルと共に王宮に対して砲撃を行った。第一次世界大戦時の本艦は連合国の輸送船団の護衛任務や本国沿岸部の紹介任務に従事した。大戦後はポルトガル局等艦隊にバスコダガマと共にマカオに駐留し、1932年に第一次、 上海事変が起きた際に、上海疎開におけるポルトガル居留民保護のために、上海まで海軍陸戦隊を輸送した。また、1929年10月に座礁したが、扶養され復帰した。1933年に退役した。ありがとうございます。